なんで浩二にあんなことしたんだ。大げさなんですよ。ちょっとからかっただけです。それを決めるのはお前じゃない、浩二だ。そうですかね。いや、こんな話知ってるか。この髪をな。知ってますよ。ぐしゃぐしゃにした髪はもう元通りにはならないって話でしょ。言ってて、お前はなんでやるんだ。先生のその怒りは元には戻るんですか。元には戻らないかもな、お前が反省しない限り。反省してますよ。なんで成績優秀なお前がこんな。すみません。やっぱり家庭の影響なのか。家のことは関係ないですよね。これはお前自身の問題だ。もう終わりでいいですか。帰らないといけないんでね。何点だ。98点です。100点以外は認めない。今日から1ヶ月間外出禁止だ。いいな。はい、父さん。なんで成績優秀なお前がこんな。うるせえよ。これはお前自身の問題だ。俺だって分かってんだよ、そんなこと。試合終了です。日本代表オリンピック出場ならず。ちくしょう。集合。監督すみませんでした。よく頑張った。あと一歩だった。俺らまたいつかオリンピック行けるんですかね。行けるさ。そう遠くない未来、俺たちの雪辱を晴らす子たちが必ず現れる。その未来の子たちに俺たちの気持ちを託してつなげよう。はい、日本やりました。48年ぶりのオリンピック出場です。行くぞ。思えばつながりましたよ、監督。まだ生きとる。びっくりした。いつからいたんですか。ずっとおったわ。一緒に応援しとったじゃないか。冗談ですよ。嬉しいですね。うん、でもまだまだここがスタートラインじゃ。はい、ここからまた思いがつながっていくんじゃ。そうですね。日本おめでとう。ただいま。寝ちゃったか。ご飯も冷めちゃったな。ずっと待っててくれたんだな。ごめんな、全部家のこと任せっきりで。あんな大口叩いといて何やってんだろうな。俺絶対幸せにするから。はい、よろしくお願いします。俺は今お前を幸せにできてるか。俺頑張るからな、お前に幸せって言ってもらうために。よし、一旦風呂入るか。何バカなこと言ってんの。幸せに決まってるでしょ。本日は試合してくださり本当にありがとうございます。はい、よろしく。選手たちもとても喜んでますので、ちゃっちゃとやって終わらせましょうか。この後何かご予定でも。うちも暇じゃないんでね。と言いますと。どうしてもって言うからやりますけど、そちらのような弱小チームとやる時間ははっきり言ってないんですよ。せめてウォーミングアップぐらいにはなってくださいね。引き捨てならないですね。あ、うちのチームは確かに弱いですよ。でもね、それでもたくさん練習して勝ちたくて、サッカーが大好きな奴らが集まってるんだ。うちの目標は全国制覇です。あんたらなんか通過点だ。今に見てろよ。いい度胸じゃないか。やばいこと言っちゃった、どうしよう。監督。え？よく言った。そうか。嬉しかったです。あとは俺たちに任せてください。頑張れよ。